カットライン。俺の名前はヒロシ。俺にはトラという弟がいます。トラは生まれつき勉強好きで、変身ベルトやマウンテンバイクなんかよりも塾をねだるような男でした。これは俺が中学2年の時です。父が突然思い詰めた様子でこっそり相談を持ちかけてきました。ヒロシよ、お前は将来何になりたいかね。俺 YouTuber がいいな。今お嫁さんと新婚旅行に来ています。それだけはやめておけ。あー、なんでなんでなんでよ。いいじゃん、 YouTuber 目指したって。そこじゃない。嫁をひけらかすと浮気されるジンクスがあるんだ、うちの家系は。ジンクスって？お前も大人になればわかる。そんなことより進路の件なんだが。父は率直に言って、俺のことよりトラの将来を心配しているようでした。このペースでいけば、おそらくトラは高学歴のエリートコース。両親もそれを応援しようとしていました。問題はお金です。つまり高校に行けるのは俺かトラかどちらか一人だけだと。はい。なんだそんなことか。まあ本当のこと言うと、俺も学生生活エンジョイしてみたかったけどさ。でも親が苦労してんのこれ以上見たくないよ。ヒロシ、お前はすっかり大人になったんだな。俺学校卒業したら就職するよ。その代わりトラには勉強しっかり頑張ってもらおうな。こうして俺は中卒で働きに出て、弟の学費を稼ぐことになったのでした。それから月日は流れ、俺も平凡な父親となり、トラもまた新しい家庭を築こうとしていました。しかし、まだ入社3年目なのにさ、部下の育成とか任されちゃって、まあ管理職みたいな。これ事実上主任じゃね。俺ってすごくね。よくわかんないけどすごい。その道は俺が16歳で通った道だ。サイカも運がいいよね。俺と結婚しとけば将来安泰だし。うんうん、本当恵まれてると思う。結婚したら何か欲しいものある？何でも買ってやるよ。私車欲しい。うん、それは無理だな。いくら俺でも車は買えねえわ。あ、そっか、気が早かったか。ごめんごめん。なんでこうなった？おいヒロシ、視聴者と喋ってないで自慢聞いてよ。どうしたどうした？この前上司と飲みに行ったんだけど、5000円ぐらい全部おごってもらえたわ。だから？中卒のヒロシじゃわかんねえか。俺上司に気に入られちゃったみたいでさ。なんかもう会社の人間と行けば事実飲み放題だよね。いや、俺二十歳の時から普通にキャバレーで5万とか10万とかおごってもらっちゃってたんだけど。ああ、そんでさ、お前結婚式来んなよな。え、なんで？だって中卒の兄がいるなんて恥ずかしいじゃん。披露宴で中進行はとか聞かれてみろ。フォローしきれねえよ。お前誰のおかげで進学できたと思ってる？俺。はあ、感謝もへったくれもないもんだな。お前に持ってかれたお金返してほしいぐらいだわ。まあ中卒じゃ年収も知れてるしな。あ、ご祝儀だけはしっかりよろしくね。ジャッジの金入れんなよ。嫁も見てっからさ。頼むから死んでくれ。ご覧の通り、トラは学歴ぐらいしかいいところのないチンコロ野郎になってしまいました。もうご祝儀袋にキムチ納豆でもぶち込んでみようかと思いました。ところがそんなある時、意外なことが起きたのです。あんれ、なんか招待状来てる。なぜか俺宛に結婚式の招待状が。送ってくれたのはどうやらトラの婚約者サイカさんだったようです。サイカさん、招待状どうもありがとうございます。いえいえ、あの人から出れちゃって、兄貴は呼ばなくていいよなんていこちになってまして、だからこっそり呼んじゃおうかと。ああ、そうなんですか。別に無理強いするわけじゃないんですよ。ただ一生に一度の結婚式だし、サプライズで来てくださったらきっとあの人も喜んでくれると思います。ちなみにうちの嫁はトラのこと嫌いです。あんま嫌いだよ本当は。でもせっかくの好意ということもあり、俺は一人で式の様子を見守ることにしました。そして結婚式当日。なんでヒロシがここにいるんだよ。おめでとうさん。サプライズで来てもらったの。お会いできて嬉しいです。お食事は楽しんでいただけてますか？はい、なんか浮いちゃってるけど。あんまお客さんに話しかけたりすんなよな。中卒のやつと兄弟だなんて周りに知られたら俺の面目丸つぶれだよ。へいへい、わかりました。中卒はおとなしく飯食って帰ります。ちょっと二人で話してて。え、どこ行くんだよ。知り合いに似た人いたから。誰？ちょっと
待ってね、ちょっと待ってね、本当にちょっとだけ待って、ごめんね。さては兄弟二人きりにする作戦だな。ち、余計なことしやがって。悪いけど俺いろんな人と話さなきゃいけないからさ、できるだけ近くに来んなよ。行ってらっしゃい。まあ状況から察して今日は高校時代の友達って設定になってる。ちょっと声でかい。ああ大丈夫、この辺一体みんな桜だから。待って、どっからどこまで。前の方は知らない。っていうかまさかサイカがお客さんになるとはね。ちょっとこれは引くんだけど。ほら笑って笑って、ラーメンつけ麺ボグボンクラク。ちょっと旦那と話してくるわ。テンションだだ下がり。あれ、トラは？あそこです。なんかトラのやつガチガチに緊張してんじゃねえかよ。そうですよね。どうかした？なんか顔色良くないですけど。私、本当最近まで友達代行のバイトしてたんですけど、あそこにバイト仲間がいて。え、待って、ちょっと何言ってるか分からない。俺その話詳しく聞きたいです。レンタル友達って知ってます？はい、なんとなく。それでぶっちゃけた話、この会場半分以上桜らしいんですよ。あいつどこに金かけとんね。なるほどな。ちょっとご挨拶に行ってみようかな。タッタラタラララッタラ。どうもどうもこんにちは、新郎トラのリアル兄です。はじめまして。いや、高校時代から仲良くしてもらってて感慨深いです。また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 。おい、トラ、トラちゃん、トラゼロ、トラトラトラ。何をやってんだよバカ兄貴、さらさと帰れっつったろ。大丈夫大丈夫、俺の正体は誰にも明かさなくていいぜ。こちらの南名様は大学時代の友達なんだってね。あれ、そっちだっけ。そうなんだよ。まあこいつらと学部は違ったけどね。何学部だったんですか。総合学科です。ネクタイの色違ったよね、総合学科ね。なんでそこまで知ってんだよ。お前大学に制服で通ってたの。いや、それは高校の話。もう設定ガバガバ。打ち合わせは頭に入れておけよ。しかし桜も大変ですね。あ、お兄さんも公認だったんですか。いや焦った。二人して大学仲間とか言い出すから、どっちに合わせたらいいので、いやいやしましたよ。いいじゃねえかよ、桜呼んだって。友達少ないもんね。うわ、びっくりした。サイカ聞いてった。バレてるの。会社で可愛がってくれてる上司は、慕ってくれてる部下は、青春を共にした仲間たちは、結局誰も来なかったんだね。みんな忙しいんだよ。俺はそれでもなんとか式を盛り上げようと。あんたが人望ないだけでしょ。あー、このお肉しっかり火通ってるのに柔らかい。お兄さん、空気読んで、空気。サイカ、ほらそんな怖い顔しないで。怒っちゃった。ううん、怒ってない、見てるだけ、ドン引き。でもこの会場では俺が一番すごいよね。絶対学歴、勤め先、年収、役職、どれとっても俺より上はここいないぜ。お上際の悪さではトップだな。八神ライトでも無言で頭抱えるレベルだわ。レンタル屋さんからもなんとか言ってやってくださいよ、プロでしょ。俺この仕事やめる。これだからヒロシは呼びたくなかったんだ。これじゃ俺ただの恥ずかしいやつじゃん。今さら気づいたの。どうやら日頃の自慢話はほとんど上っ面だけだったみたいですね。そんなこんなで弟の結婚式は大盛況のうちに幕を閉じました。その後、給与明細出せ。結婚したばかりだし、そういう政策は良くないんじゃないかな。年収持ってるでしょ。いやほら、ボーナスとか含めたら、ほら持ってるよね。持ってはないよ。じゃあ車買えるよね。それはまだ早いっていうか。私なんでこんなのと結婚したんだろう。兄貴助けてくれ、嫁に逃げられそうなんだ。厚かましいにも程があるっつーの。前借りした遺品を清算するんだな。中学校から出直せバカタレ。
くっす、これからどうしたらいいんだよ。まあこの感じだと慰謝料発生すると思うから、友達代行のバイトか何かして頑張って貯金してください。そんな無理だよ。それもこれもこいつを甘やかしてしまった俺が全部悪いのかもしれません。うわ、神様、仏様、ヒロシ様、このままじゃ人生どっちか。